こんにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県横手市にあるラーメンコウさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。夕方6時のオープンに合わせて入店。テーブル席はすべて埋まっていたので、カウンター席へ。オープン時間ということもあり、続々とお客さんが来店しています。やはり繁盛店ですね。早速メニューを見ていきましょう。ここ夜はお酒も飲めるので、お酒を飲んでいるお客さんも少なくありません。ラーメン以外にもおつまみメニューが豊富にあるので、1軒目でもよし、締めのラーメンでもよしのお店です。今日はお酒はなしでお食事だけですので、ラーメンを2つ餃子を1枚注文しました。静かに着丼を待ちます。いただきます。まずはスープからいきましょう。この表面に張った油膜、背脂たっぷりのスープがたまらなくうまいんだよな。中毒になっちゃいます。おお、久しぶりにラーメンコウのラーメンを食べるな。幸せだな。麺は中太の縮れ麺ですね。食感がたまりませんね。具はチャーシュー、味玉、穂先メンマ、ネギ。シンプルなラーメンで大きめの器にボリューム満点です。これで650円は安い。最近、食用アマガエルチャンネルの常連リスナーさんから原点回帰のコメントをいただいたんですが、やっぱりいろいろと食べてはみるものの、結局最後はシンプルなラーメンだったり中華そばに戻ってきちゃうんですよね。昔懐かしい醤油ラーメンを食べるとなんか安心する感じありますよね。ここのチャーシューはとっても柔らかくてほろほろな感じが絶品ですよ。うん、やっぱりうまいな。ここの胡椒はホワイトペッパー。実はこれが一番ラーメンに合うと思っています。昔よく通っていた東京永福町にある大正軒もこのホワイトペッパーなんですよ。それがどうしたって話なんですが、ブラックペッパーよりホワイトペッパーが好きなんです。穂先メンマもたくさん入っていて、ほんと良心的です。最近、極太のメンマも見かけることがありますが、あれもなかなかうまいですよね。お気づきだと思いますが、ラーメンから湯気が出ていませんね。これもやはり油田系ラーメンになるでしょうかね。横手では珍しい羽根付き餃子です。パリパリの羽根に小ぶりの餃子がいいですね。ビールのおつまみにもってこいの一品です。私がここラーメンコウさんを利用するときは、何軒か飲んできた後、最後の締めに訪れることがほとんどでしたので、今日は
珍しくシラフでの来店です。カエルの女房も大好きな羽根付き餃子を食べています。今日は全部食べられるかな。コロナの件があってからお酒を飲む機会も外食する機会もほとんどなくなっていたので、こうして食べ歩きができることは本当に嬉しいことですね。でもまだまだ油断ができない状況ですので、できる限り気をつけて行動するしかないですね。食べ歩きの動画を出すことで秋田の飲食店さんの応援に少しでもお役に立ちたいと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。ラーメンコーさんの営業時間は昼営業が午前11時半から午後2時半まで、夜営業は午後6時から午前0時半まで、定休日は毎週火曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。